皆さんこんばんは、かおりです。今日も晩酌にお付き合いよろしくお願いします。今日はイタリアです。珍しくてかこのシリーズ初なんですけど、すごいいいワインです。サシカヤというトスカーナ地方、イタリアのトスカーナ地方のワインです。でこのサシカイア、すごい、まあ、日本でも人気ですし、すごく品質も高くて美味しいんですね。でなんでこんなに人気かっていうと、まあ、スーパートスカーナって呼ばれてるワインなんですよ。なんていうのかな、ジャンルの名前。イタリアのワインって、格付けがちゃんとあって、一番上が、まあ、ご存知 DOCG で、次が DOC で、その次が、IGT っていう風にランク付けされてるんですね。で、やっぱりその DOCG とか DOC と呼ばれるためには、例えば、皆さんが知ってるのだと、キャンティークラシコとかだと、サンジョベーゼっていうブドウを 80% 以上使ってくださいねとか、そういう厳しい決まりがあります。このスーパートスカーナって呼ばれてるワインたちは、そういったワイン法にとらわれない作り方で、すごく美味しいワインを作ってる。っていうグループなんです。一個のグループじゃないから、まあグループってちょっとおかしいか、そういう人たちのことをスーパートスカーナ、スーパータスカンっていうふうに呼んでます。1984年にキャンティークラシコがDOCG に昇格したんですけど、まあその時、今は違うんですけど、当時はそのサンジョベーゼっていうブドウを 100% 使っちゃいけないっていうふうに言われてたんですよ。で、なんじゃそりゃっていう風に怒った人たちが反発して、いやいや、そんなワイン法おかしいでしょ、そんなワイン法と違くても美味しいワインは作れるよって言って、まあ美味しいワインを求めてというか、美味しいワインを、美味しいワイン作りを志していったのがこのスーパータスカなんです。その反発の方向として、まあ3方向くらいあって、やっぱりそのサンジョベーゼ 100% 禁止って言われたから、サンジョベーゼ 100% で作るぞっていうグループと、まあ、グループっていうか方向性と、あとは外来品種、例えばカベルネソーヴィニヨンとかメルローとかそういうのを使うぞ、イタリア品種無視っていうグループ人たちと、まあ、あとサンジョベーゼとその外来品種を混ぜてやるぞっていうようなワインの3種類が生まれました。で、その中で外来品種を使ってやるぞってやったうちの一種類がサシカヤっていうところで、トスカーナにボルゲリっていう土地があるんですけど、そこはそのキャンティークラシコとかと同じ地域、まあトスカーナなんでね、同じ地域なんですけど、すごい海側にあるんですよ。で、サシカヤのサシって石っていう意味なんですって。で、カイアっていうのはの何々の場所みたいな、そんな感じらしいんですけど、本当にその名の通り石がたくさんゴロゴロある場所で、石がたくさんゴロゴロあるってどういうことかっていうと、フランスのボルドーと同じような感じなんですよ。つまりカペルネソーヴィニヨンっていう品種を育てるのに向いてる場所。ボルゲリだけはキャンティとか、そういう他のトスカーナの地方と違って地中海積高、すごく温和な土地だそうです。なので昼間はポカポカーと暖かくて、ただ夜になると海に面してるから、やっぱ海の風がすごくてすごい寒い。そうすると昼と夜の日角差がすごく大きくなるから、すごくカベルネソーヴィニヨンがよく上手に育つらしいです。そうなんで、サシカイアのセパージュ、ブドウの比率はカベルネソーヴィニヨンが 85% と、カベルネフラン、まあカベルネソーヴィニヨンみたいにいい、ちょっと青い感じのあるブドウ品種なんですけど、その2つ、フランが 15% なんだって。カベルネフランが入ってカベルネソーヴィニヨン主体って結構青々しいとか、結構がっしり系だなって私は思っちゃうんですけど、これ本当にふくよかでエレガントです。美味しい。その後ボルゲリ
ボルゲリっていうところもそうだし、ボルゲリサシカイアっていうところも DOC、まあ、DOCC までいかないんだけど DOC として認められたんだそうです。で、ボルゲリサシカイアってというところ DOC はその名の通りサシカイアだけのための単独の DOC なんだって。色味はどちらかというと濃いめのガーネットかなと思います。本当に滑らか、カベルネソーヴィニヨンとは思えないと言ったらカベルネソーヴィニヨン好きな人に怒られそうというか、いいカベルネソーヴィニヨンを飲んでなさすぎるのがバレるんですけど、すごくやっぱりイタリアらしく果実味がしっかりです。でも横に広がるぼやっとした果実味じゃなくて、すごく下に縦にトーンと入っていきます。やっぱりそれは酸がすごく綺麗に引き締めてくれて縦に伸びるのと、タンニンも苦くないんですよ。全然私タンニンあんま得意じゃないんですけど、この苦味が心地よいんだけど、その最後締めてくれるようなしっかりした味わいなので、かなり果実味はボリューミーで満足いくんですけど、すごく全体の印象としてはエレガントで縦に伸びるしなやかな繊細なイメージです。サシカイアのテイスティングしたことある人いっぱいそうだから、ちょっとこれ以上コメントするのやめます。ちょっと香りとかは恥ずかしいから言わない。イタリアワインってなんか、イタリアワインって土着品種多いんですよね、その土地ならではの品種だから。今日みたいなカベルネソーヴィニヨンですとかピノノワールですみたいなのってあんまないんですよね。それがイタリアの楽しいところであり、でもエキスパートとかソムリエ試験を受ける人には辛いところかなと思います。